この動画はお持ちのイヤホンやヘッドホンで視聴することをお勧めします。スケラソーノ。おはよう。もうちょっと寝てる？今回はスケラソーノが送るユリオン製作品、二人で紡ぐ朝と夜、セブンデイズブレスの紹介をさせていただきます。この作品は音声を聞いているあなたとヒロインとの恋愛シチュエーションが展開される、通称ユリ体験を楽しんでいただく音声作品です。今回は舞台を寝室に限定して二人の暮らしぶりに密着しています。私、ホナミウイはあなたの幼なじみ。大学進学を機に一緒に地元を出て二人暮らしを始めた。あのね、おやすみって言って眠るでしょ。で、朝目が覚めたらおはようって言うでしょ。当たり前のことだけど、誰よりもたくさん言いたいから。一緒に住んで、それが叶って嬉しい。部屋に帰ると君がいる。部屋にいると君が帰ってくる。必ず、毎日、君に会える。大好きな私の恋人に。二人で紡ぐ、朝と夜。それは、声から始まる恋。待ち合わせをしなくても、毎日会えるよ。